皆さんよろしくお願いします。哲学とです。今回はコンピューターのお守りということで、神田明神の IT 情報安全守りというものがあるらしいので、ちょっとお話ししていきたいと思います。東京秋葉原にある神田明神は平将門を祀った1300年の歴史を持つ神社です。そんな、神田明神に IT の町にちなんだ一風変わったお守りが売られているのでご紹介します。その名も IT 情報安全守りというお守りで、なんかこんなかっこいい感じのお守りがあるみたいですね。まあ私も IT 技術者として、まあサーバー管理を任されているので、結構ですねこういうのも意外と大事だなと思ってて、私のその職場の後輩がこれを買ってきて初めて存在を知ったんですけど、まあなかなかかっこいいなっていう感じですね。で、公式サイトの説明によれば、まあ料金はまあ1000円なんですけど、平成14年はインターネットの普及などによりよりパソコンが身近なものとなってきた年でした。この年の正月、パソコン全体の情報を守っていただくためのお守りとして、当社において本格的に授与を始めたのが IT 情報安全守りです。神田明神の宇治国域、神田日本橋、秋葉原、大手町など、108町会には、電気街、ビジネス街があり、パソコンに囲まれた環境でお仕事をされる方々も多くいらっしゃいます。コンピュータウイルス、フリーズ、強制終了などなど、人の力ではもうどうしようもないパソコンの不具合に多くの悩みをお持ちの方々が多くいらっしゃいます。商売繁盛、家内安全といった従来の守りでは対応しきれない IT 関連のお守りの必要性が生じてきたため、明神様の、ご神徳をいただき、このお守りを授与するようになりました。昨年は個人情報保護法の施行に伴い、個人情報漏洩のお守りとしても注目を浴びましたと。まあこれは神田明神のホームページにある説明なんですけど、まあ確かにその IT のその仕事って、まあもちろんその人の努力によってより安定したものを作っていくっていうのも大事なんですけど、何かこういう霊的なものってものも意外と大事で、その真心を込めてまあコンピューターを扱うとまあちゃんと動いたりとかね、うんともすんとも言わなかったコンピューターがまあその真心のおかげで治ったり、祈りのおかげで治ったりってこともあるので、まあこういった神の加護っていうものも大事なのかなっていう気もしますね。で、システム管理に関わるエンジニアの方は、秋葉原に立ち寄った際に IT の安全を祈願しつつ、このお守りを手に入れてみてはいかがでしょうか。まあただ一点注意が必要なのは、この神田明神でまあ祀られている平将門っていうのは首塚も残っている通り、まあ非常に御利益も大きい反面、強いたたりの伝説も残る神様なので、まあくれぐれも参拝は丁重にした方がいいと思います。そうですね、やっぱりたたりが強いっていうことは、まあそれだけ丁重に扱わないとっていうところがありますので、まあうちもこの IT 情報安全守りのおかげで、まあ昨年は少し障害が少ない年になったんじゃないかなと思います。もしこの動画に質問などありましたら、ぜひコメント欄にお願いします。高評価、チャンネル登録もお願いします。どうもありがとうございました。